こんにちは。バーチャル女子プロレスラーのリリトです。第15回目の今回は、12月23日にエイタ選手とマスカラコントの壁修羅戦が決まったドラゴンキッド選手について、正体も含め調べてみました。それでは早速、行ってみよう。マスク。2017年11月8日、ドラゴンゲート後楽園ホール大会で団体内ユニットのオーバージェネレーションに属していたエイタ選手が突如ヒール軍団のベルセルクに寝返ります。エイタ選手はチームメイトだったドラゴンキッド選手のマスクに手をかけたのですが、これに端を発し両選手の抗争がスタートします。約1年にわたりいがみ合いをしてきた両選手ですが、2018年の11月23日神戸サンボンホール大会でベルセルクから名前を変更した RED がキッド選手の試合に乱入し、試合は無効試合となってしまいました。これに納得のいかないキッド選手は次の RED の試合に乱入し、エイタ選手は3カウントを取られてしまうのでした。当然のごとく乱闘となる両選手に対し、ヤギレフェリーは髪の毛とマスクをかけるマスカラコントの壁修羅戦を言い渡します。はじめは抵抗していたエイタ選手でしたが、しぶしぶ応じるのでした。ドラゴンキッドとは、ドラゴンキッド選手を知る上でまずはプロフィールからおさらいしましょう。1994年4月 JWE 東海プロレスという社会人プロレスに参加。その後は FMW のレフェリーを経て登竜門に入門。ウルティモドラゴン選手より才能を認められマスクを授かり、1997年11月メキシコの CMLL でドラゴンキッドが誕生します。その後は登竜門ジャパンドラゴンゲートのベビーフェイスとして活躍。王座戦線に常に絡んでいながらもストーリーのサブポジションに鎮座する身のこなしは対戦する選手の特徴とも言えます。正体。さてここからが本題。キッド選手の素顔に迫ってみたいと思います。まずは本名なのですが、調べるとあっさり中村信義と出てきます。過去に FMW のレフェリーを務めていたことは公表しているので、 FMW のレフェリー陣にもクレジットされていることから事実だと思われます。またドラゴンキッド素顔と検索するとトミーランレフェリーの画像が出てきます。誰のいたずらでしょうか。過去のキッド選手のインタビューなどを見ていくと、大仁田敦史選手が引退したあたりとハヤブサ選手の友好関係がキーになってきます。というのもキッド選手は1年足らずしかレフェリーとして活動していなく、その資料を探すのは困難です。ハヤブサ選手はメキシコ遠征時代が長く、大仁田敦史さんの引退試合数日前までほぼ FMW には上がっていませんでした。それを考えると大仁田さんの引退興行というビッグマッチのレフェリングをしていると想定できます。川崎球場大会の映像を私が見るに、この選手がキッド選手かと思われます。それと何名かの選手の中でキッド選手に身長がほど近いのもこのレフェリーだけでした。今日はここまでです。今日私がお話しした内容は未熟な私が調べた結果です。違ってたらぜひ教えてくださいね。コメント欄でお待ちしています。またチャンネル登録ボタンでお友達になってくださいね。それでは。